皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。えー、昨日は結構というか大変なニュースがちょっと飛び込んできてしまいましたね。はいえー、今日はですね、こんなようなお話をしていきたいと思います。えー、日本の個人マネーがすごい動き出した、えー。日本銀行の債務超過がちょっと心配され始めました。 キャピタルフライトっていうのはお金が国内から海外へこう逃げていくと、まあ、そんなような意味ですよね、はい。あとは株式と物の,の方とかですね詳しくお話をしていきたいと思います。さあそんな中ですが6月28日にこんな記事が出ておりましてまあ金融資産が着実に増えてるのはいいんですけども。 例えばここにありますようにですね楽天証券の口座がすごい勢いで増えたとかニ i サの口座がものすごく増えたとか外貨定期預金の利回りが10倍ぐらいに2月からなったとかまあこんなのが出てるんですね。で私が思うのは2,000兆円だった昨年末とこの3月末比べると。 日本人の金融資産は5兆円増えてはいるんですが現預金が3兆円ぐらい減ってんですね本当にまだわずかな動きなんですけどもえお金自体はまあこう増えてるえでもそれが現預金からちょっと取り崩して外国のものとか金とか金貨とかそういう方に流れているように感じます。この3ヶ月間は 株価は実は実下がってるわけですよねアメリカも日本も。ということはさらにちょっと外国のものまあ為替絡みのものとかですねインフレや円安に強いものに流れてるような気がします。で6月末のデータが、まあ、9月ぐらいにまた出てきたりするとやっぱり年末までですねちょっと加速しそうな感じですよね。はい、で私自身は 過去47年間の流れ見るとまあずっとここ円高だったんだと思うんですで今はようやくそれが方向が変わり始めたちょっと線を引っ張ってみますとですね1992年ぐらいからずっと125円より円高だったものが今136円ぐらいになってきています。これは本編ででもお話をしますがスタートである 260円ぐらいにここ数年で戻っていくってことを教えてくれていますぜひ我々日本人は2005兆円もお金持っているのに2.6%ぐらいしか外国へ投資をしていません35%ぐらいをぜひ円ではなくて8ぐらいの通貨8つぐらいの通貨に分けてぜひ世界へお金も投下してみてください 一度2時間の本編もご覧いただけるとありがたいかなと思いますどうぞ引き続きご視聴のほどよろしくお願いします